デレック・クリストファーローは、アメリカ合衆国、ミシガン州、ディアボーン出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。東ミシガン大学からバスケットボールの奨学金を受ける予定だったが、1991年にシアトル・マリナーズからドラフト8巡目指名を受け入団。1997年4月26日、トロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。 7月31日にジェイソン・バリテックと共にボストン・レトソックスにトレードで移籍。マリナーズ在籍時はドラフト入団時から先発投手であったがリリーフへ転向。1998年は先発投手としてシーズンを迎えるが結果が出ずリリーフに回り、その後もリリーフとして好成績を残す。1999年は 防御率2.6315セーブを記録した。2000年にはクローザーに定着し、42セーブでリーグサイセーブを記録し、オールスター初選出を果たした。2001年、24セーブを記録したが、救援失敗が重なった。デレクは先発転向の考えを、ジョー・ケリガイ監督に伝え、ケリガンはその考えを気に、入り、シーズン終盤に先発へ再転向。 2002年は開幕から先発ローテーションに名を連ねる。この年は開幕から好調で4月27日のデビルレイズ戦ではノーヒットノーランを達成。MLB オールスターゲームではアリーグの先発投手を務めた。シーズン2算で残した21勝、防御率2.58は共にリーグ2位でサイヤング賞投票ではバリージと ペドロ・マルティネスに次ぐ3位に入った。2003年は17勝を挙げたが、防御率は4.47と、前年より2点近く悪化した。さらに2004年も、勝利数減少、防御率悪化は続いた。レッドソックスは、ワールドシリーズに進出、ローは、第4戦に登板し7回無失点で、勝利投手となり、チームは86年ぶりの世界一となったが、シーズン終了後に、 FA となったロートの契約を、レッドソックスは見送った。2005年1月11日、4年総額3600万ドルで、ロサンゼルスドジャースに移籍。2004年の防御率が5.42だったにも、かかわらず大型契約を締結した理由を、ポール・デポデスタ・ GM は、ゴロを打たせる、ピッチングのローンは、内野の守備のいいドジャースでは、いい成績を上げられるはずと説明している。 2005年は12勝15敗で負け越したが、リーグ5位の23回クオリティスタートを記録。8月31日のカブス戦では、被安打1で完封勝利。2006年は8月9日時点で9勝8敗だったが、閉幕まで7連勝を記録し、9月27日シーズン最後の当番で通算100勝に到達した。16勝で最多勝利のタイトルを獲得。 ドジャース遺跡1年目の2005年から3年連続で開幕投手を務めたが2008年は開幕投手をブラッドペニーに譲ってしまい5月には4敗防御率6.11と不振に陥ったが8月31日以降の6試合の登板で4勝防御率0.50を記録上通り監督はデレクはマウンドに上がると 全身全霊を込め一球一球投げる本物のプロ。開幕投手を外されても腐ることなく、見事なリーダーシップを発揮してくれたと絶賛し、チームメイトはデレクをエースと認めていた。2009年1月15日、アトランタブレーブスと4年総額6000万ドルで契約。同年3月29日、ボビー・コックス監督はデレクが4月5日の開幕戦と4月10日の ホーム開幕戦の先発投手を務めることを発表。4月5日のフィリーズとの開幕戦は8回を飛安打にで勝ち投手になった。4月10日のナショナルズとのホーム開幕戦は3回終了後に雨で試合が2時間以上中断したため3回1失点で降板しチームは延長10回で6対5で勝利した。 5年ぶりのフェンウェイパークでの登板となった6月20日のレッドソックス戦では観客からスタンディングオベーションで迎えられた。2009年と2010年は連続して15勝以上を挙げた。2011年はリーグ最多の17敗を喫するなど不振に終わった。オフにマイナー選手1人との交換でクリーブランドインディアンスへ移籍した。8月10日に放出された。 2012年8月13日にニューヨークヤンキースへ移籍した。13日には2001年以来の西部を記録した。2013年3月6日、テキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。メジャー昇格し、旧試合当板するも5月にリリースされ、7月に引退を発表した。変化球のシンカーのように大きく沈むツーシーム、ファストボールを大投げして、打者をゴロに打ち取る。 メジャーでも屈指のグラウンドボールピッチャー。この球を投げ始めたのは本人によればマイナーリーグ A 級にいた頃からだという。このツーシームの球速は86から91マイルパーアワーほどで、その他にはたまにスライダーやチェンジアップも投げる。ありがとうございます。